長尾薪から1934年3月23日は日本の長老派の牧師である。加賀国金沢に加賀藩家老、長尾八志門の子供として生まれ、陽名を平次郎と言った。父、長尾八志門は米国の長老派の t c ウィン宣教師から最初に洗礼を受けた人物になる。父が50歳で受選した時、薪は28歳で上須企業を営んでいた。 父が受詮したのを知り、父を尊敬していたマギは早速次の日曜日にウィンの講義書に行き、説教を聞いたすぐ後に、今日初めてキリスト教の話を聞いて、少しもわけはわかりませんが、どうか私に洗礼を授けてくださいと言い、ウィンを驚かせた。父も一生懸命聖書を勉強したのだから、あなたもまず聖書を読みなさいと、ウィンに言われ、 その言葉に従って2ヶ月完成書を熱心に学んだ。1872年6月13日長尾は父親と同じく T.C.Win より洗礼を受ける。簡単した巻は杉去りしすべての思い保護にして今新しく紙に救わると歌を読んだ。修行をしていたので紙を紙にかけて読んだのだ。以降 t c w ィンの補佐役として伝道を助ける。同年長尾巻と解明する。 1881年長尾夫氏ら13名により、金沢教会を設立する。当時新州王国である北陸地方は、キリスト教に対する反感が激しく、国族と罵られた。教会堂には火がつけられ、ウィンは川に突き落とされた。牧は町を歩いていた時石や瓦を投げつけられ、道端で動けなくなることがあった。伝道者として、 東京から応援に来ていた加藤俊幸は暴漢に襲われて死んだ。1883年より長尾は牧師になることを志し、北陸英和学校進学部で3年間進学を学ぶ。1886年卒業後、富山総久留は講義所の主任伝道者として勤務する。同年、戸の町協会を設立する。1890年には、 小松小馬講義所で伝道また、同年代正次長中心講義所で伝道をする。1901年からは再び自らが創設した、殿町協会の牧師になる。1912年には、石川県外に移動し、岐阜県大矢部協会。1924年には、愛知県名古屋市西区、矢部下町のイエス館で伝道する。牧師として慕われ、 青年時代の香川と彦を育てた。1932年に牧師を引退して、長男長尾長老の元に住む。2年後1934年に死去する。ABC 高見沢1976、ピアニッシも 28ABC 高見沢1976、ピアニッシも29マモルブ2009、ピアニッシも75には1882年。 金沢教会の長尾牧が、富山市鹿島町に送るは講義書を開設。長尾牧は4年後には、金沢に戻ったが、1886年には、長尾八志門田12人が、金沢教会から分離、富山教会を設立。とある。木越2006、ピアニッシモ70。ありがとうございます。